1個しかなかったよ。あとあれ、ここがメロンパンの。メロンパン、うん、うん、あ、なんだ、メロンのスティックチョコって言ったから、こっち買ってしまえない。あれ、これメロンじゃなかったっけ。あ、ごめん、間違えた。メロンなかった。あ、見間違えた。がない。メロンがなかったと思う。それがメロンに見えた。ここから静かになるから、ここから好き俺。ここは空いてんだね。駐車料金高いからか。高い。高いよこっち。何円だって忘れちゃったけど。2倍ぐらいするんじゃなかった。こっち1500円じゃなかったけど、あ、1000円だ、1000円。氷川神社は大丈夫なの？せっか。一応6時間ぐらいは寝たけど、5時間か。やっぱ足りねえな。あそこから寝つきが非常に悪いんだよ。布団入ってからは2時間ぐらい起きてる。だ寝れなくなるんですよ。温泉はあちら。やっぱ、うん、満車だね。うん、1000円だった。まあね。その中でもまだ未だにまだ過激なこと言う人周りにいっぱいいるから怖いんだけど。ストレス溜まってんだろ。
でもそれぞれ別に北海道だから好きに出歩きゃいいじゃんとか思って、うん、都民じゃないじゃんとか思ったりして、そっか。ワンちゃん、うん、ベビーカーとかにいてめっちゃ、いや最初多分犬のカートと思って見てるのかもしれないけど、コンバースの靴がそこに落ちる、ちょっと怖い。ほう。これいいよね、焼きグリ。くる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 。好きだからね。プシューってやつでしょ。そうだな。ん？帰りあれば。540円。まあどっちでも。コムだったら買おうってなるけど、中華街はいいやってんだね。中華街のだって、奥さん栗拾ってそれを売り物してるの瞬間見た瞬間、えーみたいな、それはねえだろう。パパは演出大好きなものだから還元してもいいやってなるけど、うん、中華街なんか汚ねえし、ね、くせえし。ちょっとポンタコ入れるか。はい。これ清滝駅じゃなくて何だっけ？清滝駅じゃない、違う、リフトカーは違うんだよ、駅の名前。うん、じゃあ両方じゃあ君はまだいいよ、上でも甘いかスンペコがスンペコくん、後ろだけ止めてもらっていい？いいよ、あ、山上駅？いや、焼き芋？
まだチャージしなくても大丈夫かな。準備するか。あっちで準備しよう。ちょっと待って、ちょっとその辺で待ってて、ちょっと待って準備しよう。これさすがに入れた方がいいでしょ。